はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、やっていきましょうか。はい、早速、カチコン結晶のかけら、ね、村をね、隅々までね、探索しながらね、進んでやっていきたいというふうに思うんですが、前回はね、もう なんか村をね、ご紹介しますねとか偉そうなこと言っときながらさ、もう何の紹介もすることもなく、ただひたすらね、あのやくそやかましくね、あのうわー、なんかハードコアってこんな難かったっけ、やばくない、死んじゃう、うーとか言うだけで終わったっていうね。赤一個一個見てく、なんか書いてるの読めたりするんだっけ、これだっけ、あれどれだっけ、なんか誰かの読めたよね、あのどっかで、これだっけ、あ、これだ、エヴァ、そう、ひとときの眠りよっていうね、うん、もう意味深だよね。まあちょっとだけ寝といてっていうことだよね。ひとときって言っときながらもう何年経ってんだって話なんだけど、まあ普通はそれは死んだら起き上がらないからね、人間って。で、今回はちょっと村を探索してお城の方に向かっては行きたいんだけど、村がどんな風に探索していけるかっていうのがちょっとわからないので、拾えたね。で、なんか謎のバーとね、あの対決をしようと思ったんだけど、謎バーどっか行ったバーだから仕方ないバーっていうね。ここら辺は特に拾えそうなアイテムないのかな。だから精神刺激薬とかさ、投資グラスみたいなものがね、バイオ8にもあったらよかったんだけど、それが残念ながらないんだよね。ね、家はスケスケなんだけど、アイテムはスケスケじゃないっていうね。大丈夫皆さん、あの、頭酔っ払ってないですか、大丈夫かね。単純な鍵がかかってってね、あの、キーピックがないといけないからね。これアイテム、回復薬これ全部使っちゃった、もしかして。使ったっぽいね。うわぁ、ギリ、いや、本当に超ギリギリの戦いだったってことだね。じゃあ、とりあえず回復薬2個使っといて、で、これで回復薬が1個アイテムスペース使うんだよね。うわぁ、もうこの、くっそ汚ねえなぁ、なんかなぁ。調べる。オーライカイの、おとぎの話の悪魔の狼どもよ。我らを喰らいに来るがよい。血肉を喰らいに来るがよい。じゃあ次行こう。調べたファイル、ああ、見ることができるってな。ああ、そうか。ファイルも全部見てなかったんだけど、あ、薬液ありがとう。見てなかったんだけどな。ファイルも全部見ていくかな。あ、ちょっと薬液、これ薬液って言うんだっけ。じゃあ回復薬で、これと薬液、あ、そうだね。薬液もハーブ、あ、ちょっと待って。世話しなくて失礼。あ、薬液もなくなったんだね。オッケーオッケー。薬液も手に入れないと、この先回復薬もやばいと。で、敵が強くなってっから、ねえ、なんかこの調子でやってったら多分もう、ボコボコにされそうな予感もしなくもなくもないんだよな。こっちが、だから、こっちがね、あれだね。あの、クリスが来るときに、あの、なぜか馬車がいなくなっているパティーンのやつだよね。で、ここら辺はアイテムなさ、あら、あるね。スクラップ、半玉を手に入れたね。だから、デュークと出会うことができれば、まあ、アイテム、っていうか、なんか、どれか一個ね、無限大にすればいいやつだから、前置き、ミランダ様の罰を下さ、まあ、ミランダ様にあの罰を食らわせるのはこっちだからいいんだけどさ。こっちだね。じゃ、ミコのクレスだからこっちか。先にも合わせといちゃいましょう。で、こっち。OK。で、刺して、で、悪魔のクレストがどっかにあるから、それを探し出しましょうってことね。あれを、ポーンって。ボーンってやっても音が鳴らない。どっかの教会はちゃんと鳴らしてくれるのにな、ボーンつって、骨だけに。よっほほほほほ、ブルックです。さて、ここいるんだっけ？いるよな、確かに。あれ？いない？いるはずだよな、どっかにな。なんか、はぁはぁ言ってんのは、これは、あれか。単に E さんがはぁはぁ言ってんのか。興奮してんだね。興奮すんのは、まあ、おぉ！びっくりした！どっかから来る？来る？来る？来ない？来ない？来る？ガオって言ったよね、どっかでね。ガオ剣、ガオ剣。え？来ない？来る？外でワンちゃんも吠えてんだけど。わわわわ言ってる。とりあえず、ルイーザじゃないや、なんかよくわかんない。よくわかんないば。ほら！走り抜けろ！走り抜けろ！怖い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 。怖い！来た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 来るか？他にも来るか？ハーブ。お前らハーブ持ってんのけ？ハーブ持ってんのけ？じゃあ薬液もちょうだい。
終わったね。助かった。生きてた。人間生きてりゃなんとかなるって。あっつ。無駄に興奮しすぎて、ただただ熱いよね。村散策するって言って村の紹介全然してないんだもんね。あ、ちなみにこれが、あの、あれだね、ビレッジ最初に出てくる画面の、チョワーンって言いながらの、なんとかかんとか。拾った今。拾えた？拾ったね。足、バックの仕方が可愛かったな。これもやっぱ透ける？透けない。ねえ、村散策編とか言っときながらさ、なんか村を散策するみたいなこと言っときながら、ねえ、どっちかっていうとなんか、村の裏事情をお見せしてますみたいな、そんな感じになっちゃってもね。で、ここら辺は、あ、下手くそだった。こっち行ったとって特に何もないよな。これ確かなんか、トーテムポールじゃなくて、あれなんだっけ、トーテムっていうの、うん、がなんかが、ね、首を振ってペッコンペッコンやってるだけ、なんかそんなオチだったと思うから、とりあえずこっち。で、まだ拾ってないこのお家のアイテムを拾ったら次の中に行きましょう。ちょっと、クソ生意気な、おじいちゃんが出てくるんだけど、皆さん、気分を悪くしないでくださいね。で、ここ開けたら、何が出てくる？何が出るかな？何が出るかな？ドゥルッドゥルッドゥ。あ、半玉か。半玉いる？なんか将来的にいらなくなってくる気もするんだけどね。あ、ちょっとスクラップ A。ん？スクラップ A。あれ？スクラップ A。違うな。あれ？スクラップ A 今拾った？スクラップ A。あったよいしょ。ちょっともう遠慮なしにガシガシその画面を切り替えたりとかしてってるんで、皆さんの気分悪くなったらストップしてくださいね。言ってねって思ったけど、言われたところで僕勝手に進めちゃうから無理だなと思って、だから無理して見ずに、あれ、あ、こっちはいけんのか、ごめん、てっきりまたスケルトン発動なのかと思って、無理して見ずに、しんどい時は休憩してくださいね。僕の操作かなり乱暴なんで、なんかすごい、アイテムが取りたいけど取れない。よいしょ。で、スクラップ A を拾ったところで何があれなんだろうな、手に入るんだろうな、爆弾とか。この家は入れるんだったっけ？この家は入れるところがないよね。じゃあお邪魔しましょうか。もしもーし。ドアを閉めて。お願い。大丈夫だよ。もうさっきなんかいた 3体はここで何を、無事に、こいつ名前なんだったっけ。でもな、パイがないんだよな。近づくな。お願い、傷つけないで。待て、パイがあるキャラ、大丈夫、何もしやしない。パイをだとなんかその、まあ、なんか個人的な趣味に合う女性が出てこない。他に生存者は D 夫人とか出てくるじゃないですか。ね、 D の名を持つ夫人が出てくるじゃないですか。でも誰も門を開けてくれないの。ね、ちょっとやっぱ47歳でね、そいつはよそ者だぞ。ピークを過ぎちゃってるし、あと290センチ、あまりにもでかすぎてね、対象とするには厳しいんだよな。ここにいちゃまずい。歩けそうか。よそ者の力は借りん。化け物に襲われたの。これって今回もそのあれなのかな、噛まれたら感染する形式のものなのかな、 T ウイルスみたいな。C はさ、噛まれてもさ、直接注入されない限りは無事生きてるっていうタイプのあれじゃないですか。ねえ。だって、ねえ、見てよみんな。ほら、スケスケ、違う違う。見える？見える？見えない？見える？見えない？見えないね。ニンニク食べる？そんな中チューはできないぜ。それはいいんだけど、そう、だって、この冬のさ、服装でさ、あんだけ着込んでるはずなのに、膨らみを感じられないってことは相当小さいぜ。トリプル A くらいかもしんないぜ。本当に。俺、女性に対してすごい失礼なこと言ってる。殴ってください。奴隷にしてください。で、ほい。ちょっと、これ、あ、薬液。あー、またハーブが足りない。あ、ちょっと、あれ、なんか2個、2個やっちゃった、2個。2個やっちゃって、ニッコニコやど？これは特になさげです。あ、ちょっと待って、こっちの方なんかあったっけ？ないね。オッケー。じゃあ、ここをカチャコンと開けちゃいましょう。おっ、セサミ。はい、おいでおいで。はい、はい、はい、はい。いいぞ、こっち。父さん、急いで。だから暑いんだよな。もう、まず間違いなくこのテンションで喋ってたら近所迷惑になっちゃうからさ。随分と考えて。遅かったな。ほー、じゃあ君にとっての早いっていうの見せてもらおうじゃないか、おじいちゃん。
人に頼るのが苦手なの。気にしないで。ここは安全よね。まずごめんっていうのが最初じゃないですか。外よりはマシだろうな。撃つぞ。なあ、ここで一体何が起きてるんだ。今起きてるかどうかよりも、まずあの服を送って、私にもわからない。私はこんな体なのって。マザーミランダもご加護があるはずなのに。誰も出やしない。父さん。ダメだ。ルイザの家に入らないと。こいつ名前なんだったっけ、忘れちゃったな。トリプル A でいいや。こいつはクソ早すぎる G。うん。裏はこんな風になってんだね。あ、ちょっと待って、何もルルルルなんか体が硬いの操られた。よその人じゃダメ。ルイザ。で、ドアを開けて。エレナよ。慎重に。黙れ。叫ぶな。化け物が来るだろ。だったらさっさと1回目のどん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 出たらよろしいじゃないですか。そのことやってっからマザーミランダに取り潰されるんだ。ダメだ。血の匂いで奴らが寄ってくる。ユリアンってなんか言った。このままじゃ父さんが死んじゃう。俺の知ったことじゃねえ。何の騒ぎ。一応大学の先輩なんだよな。死に損ないを家の中に入れようと。こいつらですか。一回も笑ったことない。彼らは友人よ。さあ、はい。何がしたい人なのかよくわかんないんだよね。村の人じゃないわね。うん。違う。イーさんだ。イーさんってところから名乗るってね。見張りの仕事に戻りなさい。ほら早く。了解マダム。このユリアンっていうのが村長ってなんかいたっけ？これ何だったっけ？エレナの知り合いなら信じましょう。いやどうもありがとうございます。入ってイーさん。お邪魔します。ユリアン、見張りに戻りたまえ。待ってて、奥の様子を見てくる。はい。できればスケナ家がいいんですけど、スケナ家は厳しいですかね。ほら、すごいスケるんですよ。で、ユリアンが何してるか、こういうところはスケないんだね。だから、動くところはスケないんだな。ほら、もういろんなものが浮いてるんだもんね。面白いよね。で、ユリアンどこ行った？ユリアンどこ行った？おお、来た来た。おおおお、今見た。こっち。ほら、ほら。あらゆるものがなくなってる。え？記事見よう。めくります。何も表示されないんかーい。じゃあいいや。で、こっち。ルイザ、また家畜がやられた。消えたエルネスト。エルネストってあれかな？ご主人だっけ？ここのね。よし。僕なんかこんな武器を持った人がいてて、大丈夫なのかな？さあ、みんな待ってるわ。みんなスケスケだよな。お邪魔しまーす。なんだこいつは。よそ者が殺しに来たのか？黙ってアントン。二人を助けてくれたのよ。誰も助けなんて頼んじゃいない。頼んでないならもういいですか？座って。今からそこの男が大変な変態をなるんですけど、大丈夫ですか？無事だったのは、村でこれだけか。無事だと？これのどこが無事だってんだ！まあなんかね、人間って追い詰められた環境になるとさ、自分の力でもどうにもできないことが起こった時に、ね、誰かに当たりたくなるっていうのも人間の坂としてあるから仕方ないんだけどね。だからこそぶち殺してやる。よそ者まで連れ込みやがって、うん、この家が安全だと。え、何？安全な場所なんかねえ！外の腰抜け連中もとっくにぶっ殺されてる。腰抜けって言うんだったら、あなたがショットガンを持って外に出てユリアンみたいに頑張ったらいいじゃないですか。そう考えたらユリアンの方がいいよね。見張りの仕事をちゃんとやってショットガン持ってさ、ねえ、まあ、ちょっと対峙するやつが強すぎたんじゃゆえに一発でポコッとやられちゃいましたけど、ね、ここは代々私の家族を守り続けてきた家。酔っ払いであれ、何であれ、誰でも歓迎する。ここにいれば安全よ。安全な場所なんかどこにもにゃーよって。一体何が起こってるんだ。でも誰か教えてくれ。どんな映画でもあんな自暴自棄になるやつが大概ね、最初に死ぬとかね、最後の最後で死ぬとかって死亡フラグになるからね。襲ってきたの。何度も。ある日突然っていうんだけど、これがどのくらい前なのかな。旦那さんは？あれ、いつから、まさか、ミアって乗っ取られてたんだっけ？彼はどこかにいる。そこら辺がちょっと時系列がよく分かってないんだよな。それはいいんだけどさ、村の誰かに助けよ。大丈夫この家。雨漏りしない。ちょっと助けを呼びに。お盆が浮いてるよ。祈りましょう。ほら、お盆が浮いてるし、私たちのどこ立ってんのよっていうね。そうね。うん。一緒に。さあみんな怪しい儀式が始まるぞ。一緒に手を取って。ああ。
女の子の手を取っちゃった。あ、おばばはいらない。でもおばばの方がもういい。聞き入れたまえ。君誰？畏敬の念と共に捧げん。お前参加しないんかい？闇より運命の定めし手が我らに差し伸べられんことを。これをどうしたらいいんだろう。深夜の月が黒き翼の祈りとかの世界にさ、なんて言うんだろう。我らは自らを犠牲し、ちゃんと言ってんだおじいちゃんも。最後の明かりを待つのに、こういうのに心を奪われた人たちっていうのが、結局自分のことしか見れなくなって、まだ見られない人に手を出す。栄光を捧げる。さあ、お茶の支度を。ちょっとその右手に持ってるやつ危ないからさ、起きなって。その祈り、前にも聞いた。墓場にいた老婆から。そういえば言ってたね。あ、お茶、ありがとう。おおおおお。あのババアならもう完全に行かれちまってる。でもあの人は、とても献身的よ。だからきっと彼女に。実際に実績出せるかどうかな、結果出せるかどうかな。大丈夫大丈夫で、急にエコーボイスがかかる。おい、何してる。お茶熱くない？大丈夫。あ、ちゃんと、ちょっと消そうとしてるのが。いや、いいよねー、いいよねー。あれか。よくも。ちゃんとあれだね、アントンさ、もう初めて見て見逃したけど、ちゃんと頭バコンって縛ってたね、ビンで。あ、やばいやばい。俺たちが殺される。逃げるんだ。おっぱい食べてる。これ無理。あ、なんかいけるんだっけ。ああ、撃ったけど無理だった。で、どこからともなく持ってきたショットガンをぶちかますね。エレナだっけ。名前忘れちゃったな。エレナだか。エレナ、やめて。それどっから持ってきたのよって話だね。ダメって言ってるの。完全に屋外だよね、これね。父さんごめんなさい。ゼルダの伝説時のオカリナでこんな感じのところで最後仕方なかったんだ。7年前の世界に戻るみたいな演出してるよね。あ、まだ、おおおおおエレナ、あの木の板が刺さってたら面白かった、ね、もう助からない。父さん逃げよう、家が崩れる。いや、お前がぶちかましておきながら、いやいやも何もないだろう。さて、手遅れだったんだ。スケスケの世界の中でお父さんじゃなくなってた。もう放っておいて。ダメだ、ここから出よう。一緒に。大丈夫？大丈夫だな。そうだね。さて、ここから出ないと。たっぷり。どうです、皆さんの好みに合います？さあ、そんなことしてる暇があったらさっさとここの脱出を考えなきゃいけないんでね。引っかかって無理だね。なるほどね。アイテムを手に入れなきゃならないんだけど、ここら辺にアイテムは、ハーブあったね。ハーブがないとね、とにかく薬液がたくさんないといけないからね。開けると、完全に金銭泥棒。調べる。工具が必要ならキーホルダーから外してくれ。ああ、そういうことね。ああ、そういうことか。で、取ると。ああ、これも、ドライバーも手に入れて。で、ショット玉。このくらいで終わりかな？かな？あ、よし、オッケー。広がったし。ああ、じゃあ、青になったからオッケーだね。くそ、火の周りが早い。火の周りが早い。早い。あ、ちょっと待って。なんか今めっちゃ体力食らってなかった？あれ、気のせい？どうするつもり？とりあえず離れてそれか一緒にドライブする。こいつでぶち破る。普通に銃ぶっ放すっていうのもどうなんだろうな。分かんないけど。じゃあ行くぜ、ヒャッフー。カチコ。自分で操作しなきゃいけない。もう一つ上がります。レンガの火ぶち破るのはやっぱ銃じゃ無理だね。二つ、OK、いや無理。おー、取れます。トラックがパーンって言った。誰かのおならの音かと思って。おならではない。もう一度、もう一度って言うけど、多分あれだよね。わー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 。これこのままいたら燃えてお亡くなりになるとか、そういうオチとかってあるのかな。
からちょっとそんなことはやってられないんで、もう上ずっと下のスキップモードのスキップモードが早く、おいでおいで、キムクナの体型なら持ち上げられるよ。じゃあ行きましょう。さあ行こう。心配ない、煙を吸うなよ。分かってる、ありがとう、いいさん。お兄さんが優しいのね。見てあげるよ。あなたの家族は無事だといいな。君にも紹介したいよ。あれなんかタラシだな、なんかレオン並みのタラシの感じがする。おう、どうどうどう、これやっぱこっちだ、ね、先に兄さんが行かないといけないオチだったな、多分な。オッケー、よし、じゃああそこから脱出。見ろ、スケスケ、あそこから出られる。よかった、なんかスケスケって言いすぎて、なんかね。だけど、村は化け物だらけなのよ。大丈夫、僕が守る。逃げられっこない。いいか、諦めるんじゃない、うん、もっと大変な目に遭ってきてるんだ、イーサンは。君を無事に避難させる。だってローズはきっとあの城にいる。すでに死んでるんだもん。ダメよ、あの城に行けばあなたの命はないわ。なんでそんな命のない城の近くにあなた方住んでらっしゃるんですか。そんな恐ろしいところだったらね、もうダメだよ。どうやって来たんだ。あれはもうお父さんじゃない。私を呼んでる、ね、父さん、やめろ、危ない。そうなんだよな、実際こういう世界に行ったとしたら、自分の親とか家族とかこういう状態になったとしてどうするかって本当わかんないよ。だってもしかしたらその直せるかもしれないって思ったらね、え思うもんね。イーサン行って、早く手伸ばしたら親父の背中に乗るんや。親父の背中に乗ってたら君今頃助かってたのに。ああ、こっちだ。分かった、ダウンロードコンテンツのラスボスはエレナや。ここで死んだと思ったら レオナルドだって。レオナルドとエレナがラスボスとして登場してって。そうなった、あれか、16年間ずっと燃えてたってことなのかな。こんなひどすぎる。これ戻ってきた時もう火って消えてたんだっけ。ちょっと忘れちゃったな。じゃあとりあえずあのなんかよくわからないバーのところまで戻るか。でここでアイテム拾えそうなものは何もないかな。最後にさ、最後の最後でなんか鬼畜の処分、あ違うね、すごいんだよなこれがな、もうでブチギレるイーサン。だからイーサンが結局なんか一番人間っぽいよね。なんかレオンとかさ、皮肉言ってさ、なんかもうちょっとね、達観してるところがあるし、もうゴリラはゴリラだし、ね、何が起こってるんだ。ほら、痛くない。くそ。え、まだちょっと包帯巻いたりとか傷やってないけど、痛くないか、大丈夫か。まあ、痛くないならいいんだけどさ、ここ開けられない。いやー痛そうだったけどな。じゃあここ開けて、ドライバー。くる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 、カチャコン、悪魔のクレスト、ゲッツ。誰かが撃ってる。誰だ。これでもあれ、ミランダ様、ミランダが撃ってたのかな、これ。バンバンって、あ、心臓掴まれてる。だからこれ、この心臓を掴むシーン、瞬間っていうのがイーサンもやられるよっていうことの、誰なんだ、なんか前置きになってたのかな。さて、そんなことよ。てかなんでこれ無限になってるんだっけ。1周目で無限にできたっけ。これ2周目のファイルを一応使ってるんですけどね。で、まあなんかカタ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 、みんな死んだ。そうとも、みんなに死が訪れたのじゃ。ひゃ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 、プルプルしてない、プルプルしてない。終わり？あ、終わりっすね。はい。じゃあ、戻ってきたんで、次回パートから城に侵入していくところやっていきましょうかね。はい。いやー、なんか改めてやってみると面白いんだけど、重いね。なんかね、ストーリーがね。はい。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、応援よろしくお願いします。ではまた次回パートお会いしましょう。バイバイ。